それでは早速開けていきまーす。ここからかな。こんにちは、工場長です。今日はこちらです。ででん、スナックミーということで、こちらスナックミーというんですけど、知っている人いますでしょうか。今回私は初めて頼んでみたんですけど、なんと私好みのお菓子をカスタマイズして届けてくれるというお菓子の定期便なんですよ。しかもリアルフードで作られた健康的なお菓子なんですって。で、今回私好みにカスタマイズされたやつが届いたので、どんなものが入っているのか開封してご紹介していきたいと思います。それでは早速開けていきまーす。オープン。おー、めっちゃおしゃれじゃない。ねえ、開けるとさらに、うわーわわわわ、なんかすごい高級食材みたいだ。では一つずつちょっとご紹介していきたいと思います。まずこちらからいこうかな。ではまず一つ目、チョコとポップっていうお菓子です。せっかくだからさ、開けちゃいますよ。あ、こういうタイプなのね。説明の方読んでいきたいと思います。ポップコーン豆を半分だけ弾けさせたハーフポップスをチョコでコーティングして食べやすく固めました。まかないおやつでしたが、あまりにも人気だったので会員の皆様にもお届けしますね、ということです。まかないから来たんだって。よっぽど美味しいってことじゃない。いただきます。めっちゃ美味しいんだけど。ハーフポップスって今初めて食べたんですけど、なんだろう、このいい感じに砕けていく感じがすごく癖になります。続いてこちら、小粒プチ揚げ餅。揚げ餅だって、私好きだよ揚げ餅。ちょっとさ、これも試食していい？頼んですぐ食べちゃったら意味ないじゃんって思うけどね。ちょっと紹介動画なので食べなきゃいけない。みんな大好きなあの味を再現、スナックミーオリジナルの甘じょっぱ揚げ餅。国内産のもち米を良質な油でカリッと揚げました。揚げたての生地にコクのある黒糖で甘い味付けに、一度は食べたことのある後を引く美味しさです。こういう一度は食べたことのあるとか、そういうのっていいですよねいただきたいと思います。なんか懐かしい味もするんですけど、なんだろう、この噛んだ瞬間に餅の香りが鼻を抜けていく感じがとても美味しい。なんかただの甘じょっぱいだけじゃなくて、餅を焼いた時の感じ、餅を揚げた時の感じがね、伝わってきます。そして続いてはプレミアムドライパインだって。私パイナップル大好きなんだよ。今日はお菓子パーティーだ。ででーん、うわ、そのまんまパインじゃない。カンボジアから数量限定で登場。正直説明するよりも食べてもらった方が納得の味わいです。だって、いただきます。めっちゃ濃厚パインだ。このドライフルーツは美味しいわ。そして次はこちらです。オレンジナッツ。やばい響きじゃない。オレンジナッツだって、絶対美味しいでしょこれ。天然由来のオレンジオイルとみかんチップで柑橘の風味を実現しました。ペカンナッツのカリカリ食感で美味しさ倍増。いただきます。もうめっちゃオレンジ風味、これも止まんなくなる。お次これです。まんまるクッキーマロン。体を冷やさないことをコンセプトに作られた可愛らしい見た目のクッキーです。国産の有機小麦粉を使用するなど、原材料にもこだわりました。マロンペーストの優しい甘みをお楽しみください。優しい甘み。やっぱスーパーとかで普通にお菓子って買うじゃないですか。でスーパーのお菓子はもちろん美味しいんですけど、こっち美味しい。それでさ、ちゃんと原材料とかもさ、こだわってくれてるから、もし同じお菓子を食べるなら断然こっちの方が健康的でいいんじゃないかなって私は思っちゃった。これは編集止まっちゃうね。もうお菓子食べる手がばっかり動いちゃいそうだわ。お次こちら、手作りかりんとうココアだって。めちゃくちゃ美味しそうじゃない。高知県四万十市の皆様が地元にある自然を豊かに使ったかりんとうを作ってくれました。スナックミーのユーザーさんのココア味のかりんとうが食べたいという声を伝えたところ、リクエストに応えてくれました。優しさからできたかりんとうなんですね。いただきます。もうね、ほんと香りがいい。美味しい。ちょっとほろ苦い感じですね。甘さ控えめで美味しい。食べやすい。あと一口で食べれるっていうこのサイズ感も私はちょうどいいなと思います。ではでは、残り2つになっちゃった。こちら行きましょう。美味しいフロランタンごま。フロランタンって何？あ、これをフロランタンって言うんだ。ここにアーモンドいっぱい敷き詰まってるお菓子だよね。これめっちゃ私好きなんだよね。これも説明読んでいきます。食べ応えのある食感とごまの風味が抜群に変わる自慢の一品。いただきます。かじった瞬間にもうごまの風味がぶわーって、もう美味しいわ。もう美味しい、美味しいの一言しかないわ。
うん、これもう一回買いたい。むしろ全部これでいいかもしれないってぐらい、私めっちゃこれ好き。そして最後、こちら、カリカリ芋けんぴ。おー、これは編集しながら食べたいな。国内産さつまいもを国産菜種油でカリッと揚げ、種子島のきび糖をまぶしました。くどさのないさつまいものシンプルな優しい甘さを感じていただけます。ということで、さつまいもって美味しいよね。いただきます。パリッパリ、後から来るこのさつまいものいい甘さ、あ、めっちゃさつまいもだ、本当にさつまいもの甘さ、なんか本当にさつまいもな、なんて説明すればいいの、本当にさつまいものいい甘さ、パリッパリで美味しい、食感まで癖になる。ちょっとやめとこう、この辺でやめとこう、食べ過ぎだわ今日。ということで今回届いたものはこれで全部です。見事に私好みなものばかり入っていました。でこのスナックミー注文するときなんですけど、こういうクイズ、今画面出ているやつ、このクイズに答えていくとちゃんと自分好みなものをカスタマイズしてくれるようになります。例えばこの間食をいつ取ることが多いですか。私の場合は15時頃かな。そして次、どのくらいの頻度でお菓子おやつを食べますか。私ね、あんまり食べないようにしていて、まあ、週に 1,2 回ぐらいだと思っています。運動の頻度はどの程度ですか。まあ、運動もねそこまでしないんだけど、まあ家でたまに筋トレとかするんですけど、それでも週に2回ぐらいかな。高評価をいただいているスナックがあった場合、連続でお届けしてもいいですか。もうこれもいいよね。さっきのフロランタンとかも全部美味しかったから、また届けてほしいです。気に入ったスナックは何回でも食べたい。朝ごはんは食べますか。まあ、ほぼ私は毎日食べてます。そしてコーヒー紅茶派どっちですか。私は紅茶派です。間食をどこですることが多いですか。自宅ですね。ほとんど編集中とかするとしたら食べるので自宅です。でこの質問の他にも、お菓子、今回届いたお菓子への評価をつけることができたり、リクエストっていうのもあって、好きなものお気に入りしていったりっていう感じで、どん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 自分好みを伝えていくという感じになります。でこうやってもう見てるだけでね、楽しいですよね。いろんな美味しそうなお菓子がたくさんあります。まあ、こんな感じのクイズに答えていくと、私は今回8種類だったんですけど、なんとこれね100種類以上もあるんですよ。その中から自分好みなものをカスタマイズして選んでくれるという感じになります。100種類以上もあるからさ、何が次届くんだろうっていう、こういうドキドキ感も楽しいですよね。ということで今日はスナックミーで頼んだお菓子紹介やっていきました。同じお菓子でも食べるならやっぱり健康的なの方がいいし、毎回種類が違うと色々な発見もあって楽しいのではないかと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。